はマルコたちの遠足です。山登りをしました。空は青いし、空気は綺麗だし、本当に気持ちいいね。遠足って楽しいね。いきなり頂上だったら楽しいけどね。お月見をしました。おいマルコ、早く来ないと月がなくなるぞ。わあ、月、待ってよ待ってよ。お父さん、ウサギいるかな。いねえよそんなもん。アポロが月に行ってみたけどいなかったってさ。いると思うけどな。アポロの人はよく探さなかったんだよ。ウサギはきっとお餅をごちそうしてくれるんだ。マルコのウサちゃんも今夜は帰ってるのかもね。お父さんとお風呂に入って月の世界へ行った気分になりました。